山本五郎作曽我平九郎一信長は突然顔を上げて気に入ったかと聞いたあまりに不意のことで曽我平九郎にはその言葉が分からなかったから五石を握っている手をそのまま下ろして「ほ 主君の目を見上げた。信長は今、ふすの彼方へ去っていった次女、若菜の方へ、一別をくれながら。若菜よ、という。平九郎は、つと赤くなった。何を、何を仰せられます。ははは、あ、こうなったの。信長は面白そうに、 我慢の平九といえば、気を好きって無骨と噂に決まった男だが、やはり血は温こう流れると見える。どうだ、美しかろうが。何がでござりますか平九郎の返事は意外だった。何が信長ちょっと鼻じろんだ。わかなよ。 若菜の姿、美しゅうはないか。さあ、どうでござりましょう。平九郎は静かに盤面へ石を置いた。ほうほう、だいぶ構えるな。あれも叱るべきものの娘であったが、今は皆しご。良き男あらば縁付けくれようと存じているが。どうだ平君、嫁にとる気はないか。 ござりませぬ。にべもない答えだ私生来女子が嫌いでござります隠すなとのこそお戯れを何戯れ信長の唇がブルブルと引きつった平九郎その方上総介を目らにする気か は戦国より三度まで若菜が茶を運んでくるごとにその方愚かな手を打っていることこの信長が知らぬと思うかうつけ者め信長は指を持って盤面を指したこここここここの三席は何だ平九郎は と手をろした多くある家臣の中でこの男と思うたればこそ呉の相手にもしばしば呼んで若菜に茶をくませたものをその心尽くしを察しもせんで戯れとはどの口で言う上総介信長が鳥り持ちの役まで飼っているにしらを切って生来女子を好まぬなどと。 どこまであざむきすます気だ。見損なっていた下がれさような心ねじけたやつ家臣に持つことならぬただいま限り感動だあご感動とは驚いてすり寄る平九郎信長はええー、目障りだ神高に叫ぶと殿し しばらく裾にすがろうとする手を振り払って足音も荒く奥へ去ってしまった日頃の一徹の気性を知っているから平九郎もどうにもならぬと悟った力なく座を立つとたまりへ寄り支配頭池田信照に鳥なしを頼んで城を下がった平九郎は春菜の子 年は二十六歳。お使い版で槍の達者だった。四年前に父、春斎が卒してからは、下僕、六助と二人住まい。母は特になかった。春斎が先代、信秀の出頭人であったことから、信長も平九郎を嘘からず思い、勝ち組にいたのを馬回りに取り立て、幾ばくもなく使い版として目をかけていたのである。 その気持ちは平九郎にも身に染みてありがたかったから、人一,一倍武芸に出世して、折あらばこの君の馬前に死のうと誓っていた。五十日ほど前のことである。遠がけの友をせよという命が、不意に平九郎を驚かせた。倉庫としてまかり出ると、友は自分ともう一人。 それも、軽装した小女房である。それが、若菜であった。イブカリ顔の平九郎に、これは少々乗るぞ。まくるな、平九。そう言って信長は、いたずらそうに笑った。小牧山まで二時、信長を先頭に、平九郎、若菜の二期、靴を並べて棒状を務めた。 しかし、手綱さばき、あおり、抑さえ、かけ、いずれを見ても若菜の馬術は非凡なもので、あいがけの平九郎を追い越すまいと気を配る女らしい優しさと余裕さえ十分に持っていた。しかし、なぜ殿はこんな友をさせるのであろうか。平九郎はそれがわからなかった。 にそれがきっかけで、それから平九郎はしばしばその唐掛けに召された。主君の蝶を贈ることは妨害の面目であるが、武弁一徹の平九郎にはそうした晴れがましさがつらかった。しかもそうした時、必ず若菜が一緒であることは、何かにつけて心が乱れる。 見舞いとすればするほど、かえって姿が目について、遠がけの後のぼっと蒸気した方、風に吹き送られてふっと鼻をかすめるにおやかな女の顔、豊かに肉の乗った体つきなどが、日を降るに従って忘られぬものとなっていった。ところが、五、六日前のことである。 城中の溜まりに集まっていた若武者たちの噂話を聞くともなく平九郎が耳にした。若なとかもう筋女な。うん。事のほかのお気に入りと見えるが、もはやお手がついたのではあるまいか。平九郎の血が逆流するかと思われた。さあ、ご潔癖ゆえそこまでは知れぬが。 ともかくひたぶるのご囚心だな。お蕎麦御用はかの女が手一つにお使い申しているらしい。平九郎はその後を聞くに耐えなくなってその場を外した。そうか、とのご囚心の女だったか。そう呟くとともに、その日まで心ひそかに抱いていた自分の恋心を あざけるように苦笑を漏らしをらた。ご執心の次女に化奏するなどと自分は何という文在を知らぬ男だ諦めようそう決心したこうした行くたてがあればこそ今日信長の言葉を素直に受け取ることができなかったのである気に入ったかと言われた時すでに 心を見透かされてどう失っていたのだ。とのご執心と知っていればこそ、嫁に取らぬかと言われても、辞退するほかはなかったのである。その心が信長に通ぜず、いたずらに主君をめくらにしたと思われたのでは、さすがに平九郎も悲しかった。いや、もはやご大下にござりますか。 平九郎の早い帰宅を見て下僕はイブカ顔に出迎えた「お顔の色が優れませぬがおかげんでも悪ござりますかうん頭が思うてお役刀など煎じまするか構わんでよい」。平九郎は何をする元気もなく 今へ入るとそのまま刀を取ったなりそこへ座り込んでしまった。あくる朝早く、臨廷に住んでいる木下藤吉郎が訪ねてきた。藤吉郎は士官して五年に満たぬ新参であったが、知略抜群、数度の功によって不信奉行の役についていたし、約六五百貫を漁した 流たる出世ぶりに世を驚かしていた。従って柴田勝家、佐久間信盛、酒井右近ら、清須不代の老親どもは、人もなげな昇進ぶりを苦に々がにがしく思って、野ざる目が身のほども知らんで、と疎とんじていたが、平九郎は藤吉郎の志望と功に誇らぬ率直さが好きで、 早くから親しい付き合いをしていた。ご歓喜をこむったそうにござりますな。座に着くとすぐに、奥召集から様子を聞いて、とりあえずお伺いにつかまっつったが、何を失策なされました。と、藤吉郎が尋ねた。さあ、平九郎は苦笑した。 話すべきことであろうか。主君ご終身の女。それと知ったればこそ、御意に逆ろうた自分の気持ち。それは、うかつに語るべきことではない。知ってもらえるとすれば、信長公自身に知ってもらうべきで、他の人の耳に入れてよいことではない。お話申し上げたいが、もうせばみの端。 どうぞ、お尋ねくださるな。それでは、伺いますまい。藤吉郎はうなずいて。日頃ご出頭のことゆえ、ご感動もすぐに緩むことでござりましょう。檻があったらはばかりながら、私よりもお口添えつかまつります。何分共に。まあ、しばらくは骨休め。 ご心労なさらずに、西洋でもして。心安く言って、藤吉郎は実施去った。木下が取りなしてくれたら、あるいは早くお詫びが叶うかもしれぬ、と、心丈夫に思っていると、二三日して、支配頭、池田信照が馬を飛ばしてやってきた。どうでござりました。何より先に聞くと、 ダメじゃ。きついご不況でのう。はっ。平九郎の儀なれば助言無用。そうおせられるきり、お取り上げにならぬ。では、どうでもご感動は許されませぬか。今の見景しではのう。平九郎は胸を塞がれるような思いだった。 しかし、何とかそのうちに考えようから、決して落胆せぬようにな。はっ。お元にも死案があったら申し出てくれ。そう言って、のぶてるは帰っていった。三。七日目の夜であった。お客来にござります。 下僕が知らせてきたので、武具の手入れをしていた平九郎。木下殿か。誰やら、お女中にござります。女中夜中、女客と聞いて、平九郎、首をかしげたが、ふっと頭にかすめる面影。お通し申せ。と言って、手早く支度を改め。 まさかと思いながら客前へ行ってみると、案にいたがわず、探偵の明かりを避けて、つつましく座っているのは、若菜であった。平九郎は騒ぐ心を押し沈めながら、何か、急用にても、と聞く。若菜は頬を染めて、じっと膝を見守っていたが、やがて静かに目をあげた。実は、 私もお暇になりました。お暇平九郎は目を見張った。それはまたなぜにわけは言わぬが暇をくれるから平九郎を訪ねて身の振り方を頼めと仰せられまして。私に頼めと親兄弟のない身の上ゆえ。 あつかましゅうはございますがともかくお目にかかってとこうして夜中にお伺いいたしましたそう言って若菜はうつむいてしまったどうかを避けてはいるがどうやらその瞳には涙があふれているらしい平九郎はぼうぜんとした自分はどうかして喜三のかなうようにと心を砕いているのに 主君は若菜に暇を出してしまわれた。感動の花むけにご囚心の侍女を与えようというおぼし召しかもしれぬ。しかしそれはあまりに情けなきお仕置きだ。曽我平九郎は思う女と主君を取り換えるほど心腐れてはおりませぬぞ。そう思うと平九郎はき と顔を上げてわかなどのはい。旅害ながら、このままお帰りくだされ。若菜ははっと平九郎を見た。私とてもご感動の身の上、あなたの身についてご相談にあずかる筋ではござりませぬ。野んではあり、男ばかりの住まい、人の目にかからば、 よしなきうわさの種ともなりましょう。早々にお引き取りくださるよう。若菜は無言だった。おわかりくださらぬか。平九郎のごちょうは意外にきつかった。若菜はやがて力なくうなずいて。わかりました。ではこれで。お帰りくださるか。 はい、お邪魔をいたしました。低く言うと、静かに挨拶をして、若菜は立ち上がった。平九郎は見送らずに居間へ戻った。かわいそうに、そうつぶやくとともに、心の内で、許せ、とわびるのだった。闇の中をただ一人、 身寄りもない女の体で、いずこへ行くだろう。木下藤吉郎にでも頼れと教えるのであった。そんなことを思いながら、平九郎は再び武具の手入れを始めるのであった。それからまた、一巡ほど過ぎた。あるよ老けてから、藤吉郎が不意に訪ねてきた。すでに根の国く近くのことで、 ざえ通るとすぐに口を切った。大立様次郎、ご存知でしょうな。なるみより参っている。いかにも、かねて長者の疑いあった男。あれがいよいよ山口様之助の手先となって、清洲の誹謗を内通していること判明。明朝視察致すことに決まりました。明朝視察 藤吉郎の話はこうだ。大館佐母次郎は、鳴海城主、山口様之助の家臣であったが、様之助が織田信長と吉見を結ぶと間もなく、使わされて清の城に属していた。山口は元より、今川義元の腹心。表面、織田家に功を剣ずると見せて、実は機密を探り、 これを今川氏に通じていたのである。もちろん、サモジ郎がその長者の役を務めていた。しかし、今川氏との対抗上、今ここで急になるみと不安になることは不特策。よって、サモジ郎を密かに誘うという手段。東吉郎は声を低めて、大館は、 なるみえ、休止の役を申し付けられ、夜明け前に清楚を出発いたします。視察の役は私。場所は庄内川土井の私。河原に待ち受けて、いとめる手はずでござります。そこまで聞くと、何のために藤吉郎がそんな話を持ってきたかということが、初めて平九郎に分かった。サモ次郎の友は、 嫁牙でござるか価値のはずです。平九郎は刀を引き寄せた4。夜が明けかかっていた。土井の渡し手前十二三丁。土木の縄手がかり半丁余り。豪社八幡神社の境内松の陰に。 平九郎は槍を横たえて待っていた。自分たちは、庄内側の河原へ待ち伏せをかけるから、その前に佐モジ郎を撃って、五感斜面の手柄にするがよい。と、口に言わぬが、藤吉郎の行為だった。その場から立って、菅口で藤吉郎の同棲二十期をやり過ごし、足場を選んだのがここである。 見覚えのある大館佐野次郎が、友二人を従えて縄手へかかってきたとき、田の者上には濃い朝模様が垂れていた。佐野次郎は五尺二寸余り、小兵の体に勝ち物の,の具をつけ、体に似合わぬ大立ちを履いている。友は、東悟、道助と呼ばれ、いずれも鳴海からの随人で、 合力の名が高かった。平九郎は三人を四五軒やり過ごしておいてつと立つや槍を取って追いざま唐五の腰へまず一槍入れたああと倒れる唐五はっと振り返った道助がくせ者叫ぶのへ邪魔だのけとわめいておいて左右次郎へ肉白する。し 風のごとき襲撃に、危うく初めの月を交わした大盾、立ちを抜き合わして構えながら、名乗れ、何やつだ清須不代の家人、蘇我平九郎ともまさだ。鳴海の犬目、死ね。さてはばれたか。サモジロははがみをして、かくなる上は逆内だ。来い。いや、 脇から絶叫しながら道助が襲いかかる。平九郎左足を引いて外しざま、石づきを返して足を払う。のめって倒れるのには目もくれず、さもじろウへ、行くぞおめきながら突きを入れる。平九郎の軽装に反して、大館は物の具をつけていた。身体の自由、足場の利、ことごとく平九郎に奪われている。 三河駿河に転戦して功名少なからぬ勇士であったが、数合を合わせるうちに突き立てられて、道助が女性による間もなく、草刷り外れ、下腹を背かけて差し貫かれた。うんと呻いて槍をひっつかんだが、右手に大きく振りかぶった太刀が苦痛に震えた。道助が横から平九郎にかかろうとするのを見ると、 早くなるみ、鳴海へと、サモジロは叫んだ。鳴海の城へ急げ道助はちょっとためらっていたが、決心し,してキビを返すと、そのまま一酸に東へ駆け出した。やってはならぬ平九郎は槍をぐいと手元へ引く。サモジロは槍を掴んだなり引かれてよる。と、振りかぶった立ちを必死に切り下ろした。 せつな、平九郎は槍を放って大立をそのままに、刀を抜いて道助を追った。縄手外れで道助を切って戻ってくると、サモジロは草の上に座って、傷傷を抑えながら肩で息をしていた。引き起こして、覚悟は良いか、と聞くと、ようやく振りあおいだが、 もう瞳が散大してしまって見る力はない。平九郎は膝元に押し伏せて首をかいた。草むらの中に張り込んでいた塔吾を引き出して切ってから、佐モ次郎の印ししを包んでいると、朝もやの彼方からカツカツとひづめの音が聞こえてきた。それは、藤吉郎の同性であった。よあ、蘇我殿。 木の下は平九郎を見出すと、真っ先に馬を乗り付けてきながら、貴殿はこの辺にて大館サモジロにお会いなさらなかったかそこに、平九郎は道端の屍を刺した。いやあ藤吉郎は聞こえよがしに叫んだ。サモジロを切られましたな。して。 車両名は、それもともに「貴殿お一人でか」平九郎は苦笑するばかりだった「お手柄お手柄でござる」そう言って馬から降りてきた5 3日後平九郎は信照に連れられて城へ上がった 大館左衛次郎主従を討ち取ったのは一人であるという藤吉郎の報告に平九郎の名は伏せてあった案之定信長はそのものに会おうというそこで今日の思考となったのである城へ登るとすぐにお召しということで平九郎は池田信照の後から謁見の前へ通った待つ間もなく 信長はざえあらわれた。挨拶を根性して信輝が「かねて申し上げました大館左右次郎を討ち取りし者仰せに従って召し釣れました」と披露するを「待て」と信長が制して「その方平九郎だな」は平九郎はっと平腹したままで ご機嫌し左右次郎を切ったはその方かはお恥ずかしゅうござりますじっと見ていた信長何を思ったか「勝三郎席を外せ」と命じた信照はじめ小姓どもを退けて二人だけになると信長はつと膝を進すすめて 待っていたぞ、平九。なぜ早く来なかったのだ。手柄などを立てずとも、自分から参って一言を浴びれば、それでわしの気は晴れるのに、じゃあ,あの怖い奴め。はっ。平九郎は顔を上げることができなかった。やはり主君は自分を憎んでおられたのではなかった。そう思うと、 うれしさがこみ上げてきて涙のあふれるのをおさえかねた「よいよい顔を見せろ」平九郎は返しで涙をぬぐうと静かに表を上げた信長はその目を見てにっことほほ笑みながら言った「若菜は達ゃかわずらいはすまいな。 平九郎はぎょっとして、はっと言ったまま両手を下ろした。信長は重ねて、どうしたと促すように尋ねたが、答えもなく平伏している平九郎の様を見ると、ふいっと声の調子が変わった。平九郎、その方、若菜を家に入れなかったの平九郎は苦しげに答えた。 御意のごとく。なぜだどうして入れなかった信長の追及は厳しい恐れながらご歓機を被っておりまする私ゆえはばかり大きいことと存じましてそのまま追い返したというのかの。<殿>弁明の暇も与えずパッと立った信長 席から飛ぶように走り寄ると、平九郎の襟紙取って膝元へ引き据え、拳を上げて続けざまに三つ五つ打った。工場者め信長の息は火のように熱かった。何のために信長は罪なき若菜に暇を出し、身寄り頼りのない体を城から追ったかそれが貴様にはわからぬか 身の上のことは平九郎に相談せよとまでことずてたではないか。いかにものを知らぬ部弁とはいえ、かほどまでした信長の心が知れぬはずはあるまい。大立手従を切るは、貴様でのうても足りる。若菜の行く末を見るは、貴様の他になかったのだぞ。世に頼りなき女を追い返し、 わずかな手柄を申し立てて帰産を願い出るなんど。それがあっぱれものの負の道か。再びその面見するな。信長はそう言って手を離すと、二三歩行きかけたが、振り返って、低い声で付け加えた。貴様は自分の浅知恵で、 若菜は信長終身の女と思っておるであろう。それくらいのことを察せぬかずさの助か。いかにも俺は若菜が好きであった。好きであったればこそ、平九郎をこの男と見込んで若菜を嫁に取らそうとしたのだ。貴様が俺に遠慮せんで済むよう。 罪なき者に暇をくれてまでよかれとはかったものを、その情も仇となった。若菜は今、いずこにいることか。信長の足音が聞こえなくなってからもしばらく、平九郎はその座を動くことはできなかった。そして、やがて頭を上げると、 今こそわかりました平九郎は愚者でござりました低くつぶやいて立ったもはや曽我平九郎は泣いてはいなかったそしてその夜のうちに最地の屋敷を引き払って平九郎は清須を立ち退いた6 永禄三年夏五月、駿河守、地部太夫、今川義元は、四万六千余期を率いて駿府を発し、京に入って天下合礼の剣を握るべく、まず尾張を犯して、自ら田楽狭間に本陣を構えた。十有八日、駿河勢の先手は鳴海を治め、 小田,のの田家の総勢六千、丸根の出城に佐久間大学あり、鷲津の砦で小田玄の之助らあり、中島善勝寺等の用贖に木下藤吉郎騎下、八須賀正勝の等一千五百の騎兵隊はあったが、街道随一の優勝、 今川義元の軍勢には敵すべくも見えなかった。19日の夜、清須城中の表情は、ほとんど籠城ということに決していた。老臣たちはいずれも義元の威勢に恐れ、城外に合戦して全滅するより、城に立てこもって決戦を遅らせ、北陸の猛虎、上杉謙信の部位を狩ろうと図っていた。 しかし一人信長のみは偶然として言わず、十九日夜に入るとともに、城中大広間に初心を連ねて主演を張った。宴半ばにして、わしをおつっと悲宝があった。信長は涼しの傾らを緩やかに着て、ことも投げに通院していたが、 やがて末席にいる舞師、宮福太夫を招いて、鼓を撃て、と命ずるや、自ら扇を取って立ち上がり、人間わずか五十年、下天の内を比べれば、夢幻のごとくなり、一度賞を受けて滅せぬもののあるべきか、と舞い歌った。 3度まで繰り返して席に着くところへ「丸根の鳥で敗れ佐久間大学打ち死に」という九死が来た信長は聞くより杯を投げ打って「よし時だ」と立ち第恩城に叫んだ「上総介信長出陣と軍中に伝えよう目指すは桶狭間」 驚牢心たちを尻目に信長は勇気凛然と家へ入った間、ま、もなく清須から馬をあおって東へかける武者があった田中郷を抜け粟を越えて琵琶島へかかるとある藪影の古くちた家の表に馬を降り雨戸を打って木の下の使者でござりますお開けくだされ おあけくだされとび声にんだ。されとびにんただいま声があったと思う間もなくうちから雨戸を引き開けたのは清須を立ち退いて年よになる曽我平九郎とも政であった佐殿にはただいまご出陣にござりますいやしてゆく先は桶狭間 片付けない。木下殿に御礼よろしく」「ごめん」と言って死者は馬にそのまま闇を清須へ引き返していく平九郎は振り返って「若菜」と呼んだ「はいおしたくはこれに」と奥ではすでに愛妻若菜が海外く夫の物の具を取り揃えていた。 清須を立ち抜くとすぐ、平九郎は、藤吉郎の助力で、大海の沿辺に身を寄せていた若菜を連れ戻って、婚姻を結び、琵琶島号の片隅に隠れ住んで、時期の来るのを待っていたのだ。いよいよ、ご馬前に死ぬ時が来た。はい。ご感動のお許しはないが、今こそ平九郎友もまさ。 終わりの悪鬼となって、駿河恵比寿どもをつきまくってくれようぞ。手早く身支度をする平九郎の前に、お願いがござります。と、若菜が手を使えた。何だ。私も共に、戦場へお連れくださりませ。そなたも。平九郎は目を見張った。若菜は必死の表を上げて言う。 この度の戦は、清須にとっても、あなた様にとっても、旧死一生の大事。所詮は討ち死にのお覚悟でござりましょう。殿様のお情けにて夫婦となりました私、一人の目の目と何をあてに生き残りましょうぞ。ぜひ、お連れくださりません。そうか。平九郎は快く頷いた。 そなたの長巻きは、とのご自慢であった。見苦しい死に様も住まい。こい。お許しくださりますか。うん。夫婦揃っての討ち死にも面白かろう。嬉しゅう存じます。若菜はにっこり微笑んで立った。かねてかかることありと期していたか、持ち荷を開くと取り出したものの具。 髪をきりきりくくって衣服を変え、瞬くうちに武装を終えた。立ちは履かずに小刀のみたいし、手だれの長巻きを取っていざと立つ。平九郎を見るより、あっぱれ武者ぶりだ。さらば、ともまさ、地獄の先達をいたそう。来い。誘約して槍を取った。夫婦、靴輪を並べて、 白明の中を東へ。七。信長が急遽清洲の城を買って出たとき、続くものは十機に足らなかった。菅口で二十機、旗本で五十機、土手の私でようやく総勢二百余り。三里を湿風のごとくかけて、熱田の宮に至ると、信長は かねてしたためてあった戦勝の願文を立て祭るために馬を止めた。熱谷て兵を待つ。集まる軍勢三千余期。東を望めば黒煙天を覆って暗い。これぞまるね鷲津の出城を焼く煙だ。祖願を割って信長は再び馬上に鞭を上げ、東を指して発した。 笠寺に至って道を返じ、一路丹下の取出に入って柴田と合する。ここにおいて戦況を集め聞き、すなわち田楽狭間の本陣をつくべしと決した。連日の勝ち戦に気を良くした今川勢は、さらに鷲津丸根を破っておごり、大将吉本をはじめ田楽狭間の本陣に、 鎧の紐を解いて、昼から主演を張っていた。信長は、その今をついて、後輩両面から不意に、吉本の旗本へ殺到した。折も折り、一時余り前から湿風が起こり、雷鳴と豪雨さえ加わって、天地解明となった。そこへ、思いがけぬ織田勢の奇襲である。 今川勢はたちまち手のつけられぬ混乱に陥った世の者には目をくれるなただ大将を討って取れ目指すは駿河守の,の首一つぞ叫び叫び信長は槍を取って自ら馬を陣頭へ進めていた吹きまくる烈風に煽られて濡れたまんまくがパッ となりながらひるがえっている。ひっちぎれて飛ぶ木の葉が、つぶてのように縦横に空を切る。電光が走るたびに、切り合い、付き合っているつわものどもの、引きゆがんだ唇、殺気に光る瞳、苦痛をこらえる眉があからさまに見えた。はじめ、同性内の喧嘩か、 あるいは無本人でもあるかと疑っていた吉本近従の人々は、それほどにこの襲撃は駿河勢にとって考え及ばぬものであった。それと知るより、旗本を固めようと叫びながら駆け寄ったが遅し、その時すでに二人の終わり武者がまんまくを掲げて踏み込んできた。一人は、 黒い塔どしの鎧に、蔡の角の一本前立て打った兜をかぶり、大身の槍を持っていた。また一人は、小細足身軽にいでたって、長巻を抱え込み、打ち連れてさっと幕の内へ入ったが、槍を持った武者が、いち早く吉本を見つけて、駿河守殿、剣山と叫びつつ走り寄った。両替物 触れののしりながら警護の死、両名が抜き連れて襲いかかる。終わり武者は少しも騒がず、左と右にやり過ごして、必殺の息凄まじく、吉本へ肉薄した。爆影を犯された吉本近従の武者たちは、すでに終わり勢が幕外へ詰め寄っていると誤り信じてしまった。それゆえ侵入者を切り除くことより、 主君の活路を見出そうとする方が先だった。殿早く西の軌道へ早く早くいずれも上ずった声でわめきながら、刀を振り回しているばかりだ。猛然と肉薄してきた終わり節は、もう一度大音に、剣山つかまつると叫んだ。おうと答えて吉本が、 哀悼松倉号の大立ちを抜く。同時に、両三名の金獣の死が、わーっと言って吉本を背に囲んだ。と、目もくらむような電光とともに、脇から長巻の武者が、猛然と投げかかったので、思わずたじろぐ。好きだ、手鹿の一人を突き伏せて誘約した終わり武者。ごめん、と言いざま、さっと吉本の太もも深く突き刺した。 うぬ、ん、水産わめいて払う刹那。槍を返して石づきで首輪のあたりをしたたかにつく。だだだ、と体が崩れて膝をつく吉本。いや、殿警護の士たちが走り寄ろうとするとき、まんまくの一部を切り落として、再び四五人の終わり武者が乱入してきた。駿河神殿に絢山 吉本子、健山つかまつる。口々に名乗りかけつつ踏み込んでくる。老媒した近従の面々、浮き足立つ。その時すでに、先の終わり武者はもう一槍、吉本のもへつけていたが、今乱入してきた一人が、はっとり小平太に揃ろう、健山申す、と名乗って駆け寄るのを見ると、さっと と槍を引いて下がり「増票は拙者引き受けた首かかれ!」と小平太に言って自分は必死に防戦している警護の師たちの方へ向かったすると長巻を持ってなぎ立てていた武者も槍に倣ってさっと遠のいたこの間に小平太は吉本に迫って鋭く切りつけた 先に二やりつけられてはいたが、吉本もさすが聞こえた優勝。小平太の立ちを二度まで引っ張外すと、下廊とわめきざま、小平太の膝頭を切った。残念うめえて横ざまに崩れる小平太。摩耗かせず、右からまた一人。毛利慎介秀明と名乗って切りかかった。おうと立ち直ったが、 もはや吉本は精魂衰えていた。二三語を合わせると、信助は太刀を捨てて組み、押し伏せて動かせず、鎧同士を抜いて、吉本の下腹を三太刀まで刺した。八万吉本はうめくとともに、信助の手首へガッシしと噛みついたが、信助は屈せず、鎧同士を取り直して、 吉本の首をいた。その時まで勤重の武者たちを相手に信介の邪魔払いをやっていた先の名乗らぬ武者両名は吉本の印が挙げられるのを見るやさっと身を引いていずこともなく姿を隠した膝頭を割られた小平太は九段の武者が自分より先へ吉本に槍をつけていながら むざむざ功を他人に譲って自分は邪魔払いを引き受けた不思議な振る舞いを思い返した。はて、何者であろう毛利晋介が大恩城に駿河守義元内取りと名乗りを上げるのを聞きながら、服部小平太はしきりに頭をかしげていた。 戦はついに織田方の勝利であった数国の後馬寄せが行われた第一の光明として吉本の印を挙げた毛利秀明と初めの太刀をつけた服部小平太とが信長の前へ召された秀明が今川義元の印を御前に直すと 信長はしばらくその表を見つめていたがやがてハラハラと落塁しながら「昨日までは街道随一の名将と謳われ天下号令のことを夢見られし式殿が今日は各屍を野に晒したもうまことに 無人の運命は、はかりがたきものよ。と、生ける人に迎えるごとく言った。アシュラのような信長の日頃を見慣れた老臣どもは、この言葉を聞くとともに、一瞬戦勝の喜びを忘れて神戸を垂れた。信介か。やがて信長が顔を上げた。 吉本公を打ち取り、今日筆頭の手柄だ。褒め取らすぞ。は、面目至極に存じまする。また、服部小平太は、初立を付けしこう。秀明に次ぐ手柄だ。信長、満足に思うぞ。恐れながら、小平太は表を上げて、 初立ちをつけましたわ。私ではござりませぬ。実はそれを申し上げたいため、各御前を我したてまつったのでござります。書立ちはその方でないというか。いぶかしげな信長。では誰だ私どもより先に、二人の武者。一人は小不足に長巻きを持ち、 一人は蔡の角の一本前立ち打ったる兜に黒い塔戸氏の鎧を着し、大身の槍を持って吉本公に迫り、二槍までしたたかに吉本公を刺しましたが、不思議や名乗らず、しかも私が駆けつけますると、槍を引いて、と小平太が詳しく語った。せっかくつけた槍を引いて公を譲り、 自分は邪魔払いに退いて、しかも名乗らぬ不思議な武者。誰だその武者の顔、見知らなんだか信長は咳込んだ。残念ながら、眉びさし深く、ついに誰とも見分ける暇なく、両名はいずれかへ身を隠してしまいました。心得ぬことをする奴。 信長が眉を寄せたとき、そばから、申し上げますると、木下藤吉郎が進み出た。ただいま、はっとり殿の申される二人連れの武者。ゆえあって私が引き止めをきましてござります。一人は小細足に長巻を持ち、一人は黒い尊氏の鎧に、蔡の角の前立てある兜。槍を取って、 かぶと首七八九をあげた勇士。なぜか名乗らず、しかも必死をきして、ともどもに討ち死にせんずありさまゆえ、とりあえず手元に留めておいてござります。めしつれい、その二人、これ。信長は喧嘩にいった。藤吉郎は立ってその場を下がったが、待つほどもなく、 二人の武者を引き連れてきた。はるかに下がって平腹する両名。信長は手を挙げて、地行よれ、許す、地高。藤吉郎は二人をずっと前へ進めた。服部小平太、一目見るより、おう、あの領に似そういござりませぬ。と言った。下座で兜を取った二人は、 静かに進んで両手を下ろした。信長は、まず一人を見て、うなずきうなずき言った。やはりその方、平九郎だったな。はっ、でかした。よく参った。はっ。平九郎は、溢れ出る涙を抑えながら、ご歓喜のみの。 お許しもなきに、恐れげもなく戦場を犯したて祭り言うな言うな信長がさえぎった。許しなき身なればこそ名乗らず大将討ち取りの功を無座と他人に譲ったことそれだけにて立派な申し訳ぞそれでなくとも此度の戦は信長一号の大事 感動をしての出陣当然のことじゃ。信長は嬉しく思うぞ。平九郎は打ち伏して返す言葉もなかった。やがて涙を押し拭って表を上げると。恐れながら、今一人、押してお許しを願う者がござります。うん。平九郎は振り返って そばに平伏している武者を示し「妻若菜目にござります」「いや、黒髪を引き結んで男のなりかいがいしい身支度ながらさすがに恥じらいを含んで振りあおぐ若菜の顔をそれと見るより信長はいや若菜若菜か,なか,なかと言って将棋を立った。 ご涙差しぐんで見上げる若菜信長はしばしその顔を見つめていたがやがて声高くカラカラと笑い出した「いやへ平くめやりおったな夫婦連れして戦場に暴れるなんど憎いやつめハハハハ その笑いに連れられて旗本の書人一度にどっと勘古の声を上げた。雷鳴去り雨晴れ、黒くも散ってようやく黄昏の静けさ近き田楽狭間にそのどよめきは明るく力強く朗らかに響き渡っていた。